ない？うん、いい感じじゃない？なんとかここで勝ってほしいわね。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。香港バーズ2400メートル。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。9番、アージェントリクエストが上がってまいりました。そのうちからは7番、ダブルトリガー。外を通って11番、エンバイロンメントフレンド。そして一番人気の型のミラクル、うまくいっているんではないでしょうか。それから4番ミルコム、そしてその外にリバーガードン、ダブルテイクが、その後ろ外から1頭10番エズード、12番キアダットベル、アップルツリーが並んでいます。内を通りまして2番レッドビショップ、そしてしんがりからエイシンテネシーであります。もう一度先頭から紹介しましょう。3馬身くらいの差をつけてアージェントリクエストが先頭です。ダブルトリガー、その外に11番エンバイロンメントフレンド、内を通って型のミラクル、4番ミルコム、その外5番リバーバードン、それからもう1頭6番ダブルテイク、その後ろでやりましょうか。10番エズード、ちょっと離されましてアップルツリー、外を通りましてヒアダットベル、ばらけたレース展開でやります。そのうち2番レッドビショップ、そしてしんがりから3番エイシンテネシーという展開です。前でありますが、前依然先頭9番アーゲントリクエスト、その後ろ3馬身くらいあってダブルトリガー、その外からはエンバイロンメントフレンド、ここにいた型のミラクル、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。
パタノミラクルは3番手といったあたり、先頭はアーゲントリクエスト、間から1番パタノミラクル、先頭クワインとアーゲントリクエスト、捉えるかリバーバードン、ダブルテイクが2番手、ダブルテイクが差を詰めてくる、リバーバードン1着、香港バーズ、勝ったのは5番リバーバードンだ。次は見返してやりましょう。1着、5番、2着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。いい感じじゃない。いい感じじゃない。重い方がいいんだけど。いい感じだわ。
い感じだわ。嬉しそうね。今週はレースがあるわね。いい感じだわ。いい感じだわ。何か用？ね、ただいまより投票受付を開始します。今年のドバイミーティングも残すは2レースのみとなりました。ドバイシーマクラシック、さあ準備が整いました。ドバイシーマクラシック2410メートル、まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。先頭に立ったのはエボニーグローブ、肩のミラクルがかわしていきました。10番バックスボーイ、外から行こうというところ、バルズプリンスがその後ろ、9番ウンガロ、エバティーラ外を通って12番フレグラントミックス、その後ろ3馬身くらいあって1番シルバーペイトリアーク、カイタノ、その外11番ロマノフ、そしていたいたジークベアハートと4トス、一番後ろにサズルー。流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭はマックスボーイであります。バルズプリンスがそのうちにいます。この辺りちょっと離れているウンガロ、肩のミラクル、その外に2番エバティーラ、そしてその後ろから5番エボニーグローブ、内を通って12番フレグラントミックス、それから足毛の馬体シルバーペイトリアークであります。7番カイタノ、外から1頭11番ロマノフ、第3コーナーに向かいます。12頭、そして1番人気のジークベアハート、うまくいっているんではないでしょうか。そしてしんがりからサズルーであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として10番マックスボーイ、そのうちバルズプリンス、差が開いてウンガロ、ここにいた肩のミラクル、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。その外からはエバティーラ、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。キーフベアハート馬群をさばききれるかどうか。先頭はマックスボーイ、内からバルズプリンス、3番手に肩のミラクル、外からはマックスボーイ、肩のミラクル懸命に追う。さあ先頭はバルズプリンスが半馬身リード、先頭は1番シルバーペイトリアーク、緑の帽子タイパノ先頭だ。タイパノ1着、ドバイシーマークラシック勝ったのは7番タイパノだ。次は見返してやりましょう。レースを終えた馬が戻ってきたわ。